たける心を殺すことある。今回の動画は唐揚げ屋カリッチュさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。制服は太陽の匂いがする、スカートは風に広がる、何十回何百回校庭を走り回り、自由な日々過ごしてきた。これから先の夢はその日にか変わってくる。生き方なんて誰からも指導されなくたって、運命が選び始める。すいません劇場の終わりです。いや、全然大丈夫です。今は東東とどっちも行き来してるっていう活動になるんです。そうですね、ルミネが十何年前かにできた時に、それまで大阪で新喜劇やってたんですけど、こっちで新喜劇やってほしいって言われて、今こっちで、はい、で所属がその時に東京に、はい、東京吉本さん所属で今。そうですね、ずっと。お住まいはどっちに拠点構えてあるんですか。家族は向こうです。こっちはずっとそのルミネができて以来はずっとこっちはあの部屋は借りてます。週のスケジュールだとどんな感じなんですか。でもそんなにないし、月で1週間あったらおいおいです。じゃあ基本は大阪にいらっしゃる。そうですね、独身の時からずっと。年齢と芸歴だとどれぐらいになられるんですか。僕は昭和40年12月10日生まれで56歳です。56歳で芸歴がでもね NSC の5期ぐらいなんで、同期が多分新喜劇の辻元と、はい、重とかですね、はい、T-UP さんも多分 NSC の5期かなぐらいなんですけど、こういうと1個下ぐらいだとどういう人たちがいるんですか。今田さん、東野さん、キム兄とかじゃないですかね、はい、板尾さんとか4期、 NSC の4期、はい、僕 NSC じゃないんで、5期扱いというか、その時にその NSC の5期が始まる時に僕は吉本のオーディションを受けて受かったんですよ。全く別なんで、入り方が違うんですか。そうなんです、入り方が違うんです。だからそのお笑いがしたいとかそれ全くなかったんで。そうなんですね、はい、芸人になってから何十年、だから30年以上なってるんじゃないですか。何にも残してないですけど。いやだってでも探偵ナイト作ってて東京 MX とかで。ああやってますよ、日曜夕方。ありがとうございます。でもさ、東京の人でも伊佐瀬さんの知ってますよね、普通に。なんかああいえいえ、イメージがあるとか新喜劇とか。ああでもそう、大体いつも外国チャンネルっていうのか、はい、今に至るまでをひたすらこう質問しながら進めてくっていう YouTube なんですけど、はい、もうどこで生まれてとかどんな家庭でとか。兵庫県の伊丹市で生まれて、伊丹大使にやらせてもらってるんですけど、はい、最初市長さんが頼まれてお願いされたのが僕と、はい、道場陽蔵さんと伊丹出身の ABC の元アナウンサーの方と、はい、あと田辺聖武先生ってなるんですね。あの3人で僕らは最初伊丹に対して選ばれて、はい、でその道場陽蔵さんがおっしゃってたのが、伊丹っていうのは田舎でもなく都会でもなく中途半端な街やって、それがいやでもほんまその通りだと思います、うん、ただ今も実家はあるし、はいはい、今もその伊丹大使させてもらってるんでラジオしたりとか。でも痛み結構出てますよ、銀シャレの橋本もそうですし、巨人の坂本選手とか田中のマー君とか楽天とか。マー君も痛み出身です。そうなんですか。それで有村架純さんもそうですね。強いっすんじゃん、めちゃくちゃ。そうです、痛み強いんですよ。有村架純さんがなんか実家の痛みのなんか寿司屋さんでバイトしてる時に、はい、カンペン兄さん行って相談されたんですって。カンペン兄さんが芸能界行きたいんですけど、名前があかんわ、かすみってかすんどるかなって言ってたら、あれよあれよっていう。ベニーさんがびっくりしましたけど、やっぱちょっとあの新時代の、ね、スターだから、やっぱかすみでも売れるんですよ ね。どういうご家庭なんですか、一般の。4人家族で、親父が東洋ゴム工業というところに勤めてて、伊丹市の稲川の近くに社宅があって、そこで3つ上の兄貴がいてるんですけど、でずっと幼少時代過ごしてて、どんなキャラクターの学校で。いや、明るかったと思いますけどね。でも関西でいう1ビリっていうか、
だからなんか幼稚園の頃の写真とか見たらなんかペンギンの真似して滑ってる写真があって、どうやら多分それは保育園幼稚園のなんか言うたら劇の時に主役やってたとか、おそんな感じはあったみたいですね。あでも目立ってたってことね、学校で。そうですね、小学校の4年生の音楽のテストで好きな歌歌っていいって言われて、誰がみんな本に載ってるやつ、音楽の本に載ってるやつだったんですよ。僕その時に川島英吾さんの酒と涙と男と分かる、なんでか分からんけども、小学生であの相性分かったの分かる分かる分全然分からないですけど、なんか歌いました。それしっかり覚えてますね。なんか社宅にずっと住んでたから、社宅の中の近くの東洋ゴムやったんで、はい、大きいタイヤの公園がいっぱいあって、はい、そこで遊んでたりとかしてて、で自分の部屋がないとか言っておかんと喧嘩して、家でするで家出てタイヤ公園、タイヤの大きいタイヤが半分ぐらい埋まってるんですけど、はい、そのタイヤのへこんでるとこありますよ、はあはあ、そこで一晩ずっとしてるで朝方見つかって、それ分かるわね、どこも行くとこないから5人で何部屋。いやでも今で言うたら50平米もないと思うんですよ、社宅だったんで。ああ何軒分ですね。あんまり自分で小遣いとかもらったことなかったから。ああそうなんですね。母さん主婦って感じですか。主婦って感じですか。主婦して、あとあのパートやってました。別担とかもう変われへんから、まあ、でも取り合いするじゃないですか。何枚かあったやつで強かったからもらってもらって、で別段の柄も仮面ライダーとかウルトラマンばっかりやからちょっと嫌やなと思って、ちょっとセクシーなやつ、キューティーハニーの漫画だけ切って自分のなんかオリジナルメンコ作ったりしてました。なんかキューティーハニーだけ使って、そんなんしながらやってさ。小学生ぐらいの時になんかまあ夢はみたいなこと書かなきゃいけないタイミングあるじゃないですか。ああ、ありました。将来何になんなきゃいけないとか、はいはい、僕ね多分最初は漫画家になりたいなと思うんです。いつもテストとかを早々に終わらせたらすぐ裏側になんかバカボンの絵とか本の絵描いて、テスト返ってきたら間違ってるんですで お袋に怒られるんです。なんでこの絵漫画描く時間があったら見直せへんのっていうなんか漫画家になりたいと書いてましたね。あそうなんですね、うん、中学校とかでなんか部活はどんなんで入ってんですか。バスケットも入って、はい、でバスケットやってる頃にプロレストでやったんです。まず金曜8時のワールドプロレス、古舘さんとかがあのそうです、あのもうその前からてそうですね。土曜日は全日本プロレスでウッチャーシーガー出たりとかっていうのやって、それ見てプロレスにハマりだして、中学から高校行く時になんかもうプロレスラーになりたい。ちょうどその時の漫画でまた一時の三四郎って言って、あ、はいはい、柔道からレスラーになっていく漫画があって、それも憧れて全部が重なって、あ俺はプロレスラーになるって言って高校時代、ただその高校時代の文化祭とかでもやっぱりなんかアリババの40人の盗賊のなんか主役やらしてもらったりとか、劇と劇の合間の幕までなんかちょっとあの漫才みたいなことやったりとかはやってましたね。あ漫才はでもそこでやってる、漫才っていうかだからあるあるですわ。学校の先生のこんなことあったねみたいなのを3人でなんかへそんなをやってました。そんなことはやってるけど、そうかでもそうか芸人になりたいとか作る、レスラーですもんね。そうです、レスラー憧れは。でも体格は今の感じですか、その細めというか。いやだから頑張ろうと思ってたんですよ。大黒に俺ちょっと新日本プロレス行きたいと思ってんだけど、だから大黒は勉強生とかそういうタイプだったんですよ、うん、苦労させてもない、うん、あこんなこといいなってバーンと疲れて倒れたんです、うんそんな弱いやつプロレスラー無理でしょあそうか、主婦にね、おこでおかんに何やったらもうその部屋がないから家出して、はい、なんで部屋がないと喧嘩した時もおかんにマウンド取られて思いっきり上から助かれてますうちは貧乏やから言われて、あほなこれやっぱ弱いセンスないなと思ってプロレスラー諦めたんです。高校生のはい、いちびりたいっていう気持ちはめっちゃあったから、目立ちたいのだからずっとそれはあったから、なんかテレビ出たいなと思って、その当時にちょうどテレビ僕見てたのが朝日放送でやってたラブアタックというか、かぐや姫って女子大生の誰か一人言うたらかぐや姫を決めて、そのかぐや姫に誰が、告白するかっていうのを各大学から選ばれた学生さんがゲーム勝ち上がったら、かぐや姫に告白できるっていう、そこにうわ面白さ出たいなと思って、テレビ出るんやったら、でそこの常連の大学が京都産業大学やったんですよ。京産とか立命とかやったんですよ、僕のイメージで。それに出たくてその大学目指すってことですか。そうなんです
それに出たいがために高校3年生のラバータム出たいから予算行きたい。何やろよ、あ、一般推薦があるわ、これ試験現代国語と英語だっけ、よっしゃこれ受けよ、ずっと勉強してて、でちょうどプロレスにもハマってたし、で共産の試験がある1週間ぐらい前に、阪大にアントニオ猪木さんが講演会で来るって言って、学校の授業を結局昼以降は早退して自転車で阪大まで行って、でもなんかその時チケットがないと入れへんじゃないですか、うん、で僕ら窓開いてるからそっからすると見てて、うわいいなぁ、いいねしかもこんなちっちゃいとこですね、もう。そうですよ、見えてたもん。で猪木さんでも最後は出てきて、うん、でっかい黒塗りの車で帰られた時にもう近づいていって窓開けたら握手してくれたんですよ。やったでもこの手は洗わんとこ思て1週間後京都産業大学の入試受けたんですよ。やっぱ入試会場は大会場でみんな赤本って知ってます、なんかその勉強するみんな赤本とかやってる中で、俺一人釣れ箱の中にアントニオ猪木とスタンハンセンがただって写真があるんですよ。それ持ってて、で握手もして持ってるから大丈夫大丈夫もう気合いやとストレートで受かるんですか。受かったんですで何が運がええな思ったのは、うん、ほんまに試験も出た瞬間に、で、まあ、その時寸大予備校かなんか出してる、いわゆる三大の入試問題みたいな問題集みたいなのがあって、うん、それとねよう似た問題出たんですよ。あ、これやったやつだと思って、あでも使ってた参考書まんまみたいな、そうそう、おお来た来たと思って、これも運ついてでやった受かったんですよ。うわーっと思って、見事に握手が味方してくれた、味方して運、いやだからなんか運は強いなってその時思いましたけどね、やったーと思って。でもそもそもその京都産業大学にあの、まあ、ラブアタックって番組に出たいから行くじゃないですか。そうですよ、別にそのラブアタックサークルがあるわけじゃないですよ、ね、ないです。京産に行って学生団で京都産業大学の学生ですよで申し込んだら多分行けると思ったんですよ。で僕が受かりやすいっていうのがあるいやどうか、でもなんかその時京産が、あのねのねさんが鶴瓶師匠もそうだし芸人さんが多いみたいなイメージがあったんで、とで僕が受かった春、うん、ラブアタックが終わったんですあ出れなかったんですか。そうですよ、ラブアタックが終わったんです。うわーと、あどうしようやることない目標を、4年間なんか時間あるから何しようかなと思ってて、うん、でも家も出たかったから、うん、下宿とかするお金がないんで追い分け寮で寮に入って、ほうほう、朝7時起床10時門限の、でも安くて2人部屋で、で7時起床して点呼してラジオ体操して部屋帰ってご飯食べて、で学生服着て学校行くんです。大学です。大学で。そうです。で京都追い分け寮バックランドですか。はい、思い描いてた大学生活じゃないんですよ。もう門限もあるし服学生服そうそこに入ったんです。いやそれやっぱモテないんですか。モテないですね。もうだってそれ大学時代みんな私服で行ってるじゃないですか。その中で体育会系のクラブに入ったわけでもなく、ええー、っていう中で学生服で行ってそれはモテないですよ。そんな中で、はい、クラブ入ったんですよ、はい、僕レスリング同好会に入ってプロレス同好会と思ったんですよ、はい、だからプロレスの飛んだり跳ねたりをすると思って、はい、京都産業大学のレスリング同好会はリアルなレスリングリアルというか、だからあのこのオリンピック種目あ伊調馨さんとかそうそうそうちゃんと真剣にブリッジやってでその京都産業大学のレスリング部は練習の部屋がないから、はい、一般学生たちが集まるピロティがあるんですよ。外国語学部の女子学生たちが昼間こうやってお茶でもしながらご飯しながらどこのピロティに汗だくの汚い臭いマットを頭に乗せて引いて言ったレスリングのあのユニフォーム着て「おいずいやいや」ってレスリングブリッジやってます。そんななんかそのレスリング部のちゃんとした練習ではないんですかまだそこまで体育会になるまでの力がなかったから、でもちゃんとその各関西のレスリング協会には入ってるから新人戦とかあったんですよ。だからその真面目にやってるけど弱い部活とかそうなんかこう報われへん。でもそんな中で嬉しかったのは関西のレスリングの選手権があるんで1年生やから僕らマット引きに行くんですよ。もう各大学同社とか立命とかいろんな各大学、うん、関西の各大学の1年生がマット引きに行くんですよ、うんうん、で引いてたらちょうど隣で新日本プロレスの興行やってたんです
そんなことあるんですか。あるんですよ。学生のレスリング大会と普通に、それは僕たちは次の日が本番なんで、ああそうかそうか、別館であるんですよ、はい、僕らがマット引いてるとこに隣で藤原義明さんがミット持って、はい、高田伸弘さんがまだ青春のエスペランザ行く頃ですよ、ずっと義明さんの持ってるミット蹴ってる、それで僕らうわそれ見ながらマット引きしてる、うわ頑張ってくださいって言って、レスリングか、頑張れよ、うわその時初めてレスリング部入ってるからどこかですけど、それでちょっと楽屋とか見えれるんで、今で言ったら楽屋ですよね、分かるから、坂口誠二さんと誰かおった楽屋があって、隣でアンドレ・ザ・ジャイアンツとディック・マードックと、言うたらスターレスラーたちがみんなでトランプやってますよ。そんなリラックスしてるんですね、その試合前自分の楽屋 でうわーって思って、もそのやっぱレスリングやってる子やからプロレス好きやから、みんなでその窓見てうわーって言ったら、アンドレがガッてベーンって弾測るんで、弾でかいでかい。あ、そうですね、アンドレ・ザ・ジャイアンツだったら2メーターぐらいあるんですか、2メーター8か、いや2メーター10なんばったわじゃん。自分の描いた大学生活と違うじゃないですか。元はラブアタックでかいとかと思ってるのに、なんかそうラブアタックなんか出たらさ、北条さんめっちゃモテるんじゃないですか。そうそう、やっぱ人気者になりたいって、それだけはあったんでしょうね。寮の中で寮祭、寮の祭りがあるんですけど、寮の中の生活のあるあるを、うん、同じ寮生とやったりとか、バンド組んでなんかキッカーコーチさんがちょっとその時ボーンって出しようからだったりしてました、ね、祭りで、だからなんかしたいなっていう、なんかパワーはあったんかなと思います。どこでそのお笑いの道に行くんですか。いや全然お笑いしたいと思ってないんであれですけど、ほうほうほう、それをなんかその仕事にしようってなるといつのタイミングなんですか。それでレスリングの練習が休みの時に、ほう、京都の市場の方に遊びに行ったんですね。ほうほう、で京極通りとか歩いてたら京都花月があったんですよ。ほう、京極に、ほう、そこにポスター貼ってて、吉本興業を新しいタイプの俳優歌手タレントを求めるオーディションが出てたんですよ。ほう、でパッと見てうわーテレビ出れちゃうかなと、ほう、ほんでもう募集要項見てるわって書いて、もう覚えてもなんか履歴書にわーって書いて、京都産業大学在学中レスリング同好会とか、絶対吉本に損はさせませんって、子供みたいに花丸マーク書いたりとか、だいぶ痛いですけど、それを申し込んだんです。ほんならオーディション会場来てくださいって言って、その時に今吉本の偉いさん、今で言う会長の大崎さんがおられました。おお、ここででも何聞かれるんですか。俳優になりたいの、歌手になりたいのってことに向けての質問があったんですか。でもとりあえず2、300人来てて、で僕はで、あ、どうも、もう何も分からない、とりあえず大きな声で、大きな声出しときゃなんとかなると思ったから、うん、でっかい声で、あ、どうもよろしくお願いしますって言うんですよ。なんかできんのって言われて、いや、なんかできるっていう、なんないじゃないですか、うん、じゃあ学校でちょこちょこ友達同士でやってた、今何時って聞いてください、今何時って聞いてください、もう何時、キッカー講師、オーライ。これをやりました。あ、それ どうなんですか。あの、いや、チンチンに滑ってますよ。あ、し、見事です。そりゃそうでしょ。そうか、お笑いのね、プロの人たちが何も知らない学生の1ミリが来て、吉川晃司、ほら、吉川晃司も好きやったからやって、まじまじと見つめられて、君は体が大きいけどネタがちっちゃいなって言われて、ああ持ちたやろなと思ってたら、ハガキが1枚来て、吉本興業の田中です、一緒に何か短縮しませんかっていう、そこからです。え、でも逆にそれ選ばれたポイントで言ったら声のデカさってこと。そうでしょうね。でもなんかその田中さんとお会いしに行った時に言われたら、なんとなく存在感っていうか、そのやっぱ花がある的なことは言われましたね。あ、そう、2、3段階の中でちょっともう印象に残ったっていうか、だからだって何のテクニックもないし当たり前やなと思って、その田中さんと拾われたチームでオーディション組で何人かで、お組っていうので5人ぐらいでちょっと最初活動してたんです。お組、 何するんですか。お組は、作家の方が書いたコントをやって、あとなんかちょっと体を大きく見せるためにジャズダンスを教えてもらったりとか、でその時にちょっとこう旧何ヶ月に通って、学生しながら通ってたんです。そこでそのお組として出てやっぱ披露するんですか。二丁目劇場とかで披露して、また滑って偉い目に遭うんです。面白くないし、やったこともないし、お笑いのこと全員やったことないんですか。
その5人とも。だから NSC っていう学校はお笑いをしたい人が集まるじゃないですか。僕らオーディションで入って何がしたいとか全然わからんまま、なんか知らんけど会社の言う通りにそのとなんかそのようにやっててプロデュースも何もできん。やっぱ旧何ヶ月の楽屋とか行ったらね、えやっぱちょっと芸人さんたちがおるわけじゃないですか。普通にあのこんにちは、うわ見たこと、こんにちはとかって言ってました。痛い素人ですよね今で言うたら。そうか、当時なんてしかも若いからなおさら尖ってるというか。そうなんですか。そんなあ、でも本当にでも舞台出ても受けへんし、うん、そういう人が書いてくれた本を書いたり書いてそれやったりとかやっても何やろうなと思って、そんな時に、うん、ナンバーガレットを潰して今のナンバーグランドカ月 NGK を作ってたんですよ、うん、隣に、うん、でナンバーグランドカ月ができるでこけら落とし夜工業で吉本興業がニューヨークから言うたら本場のミュージカルを呼んでくる、へえ、アメリカンバラエティバングというミュージカルをやると。ヒントンバトルというミュージカルスターです。人がナンバーグランドカーです夜の光景で歌ったり踊ったりするっていうショーが3ヶ月間こけら落としてるんです。そこでなんか日本人役を募集していますっていうオーディションがあって受けに行ったんです。それどう受かるんですか。受かったんです。それちなみにでも外国の方じゃないですか。そう、だから外国の演出家の方と日本の演出家は高平哲郎さんって言っていいともとか、うん、で僕らオーディションでバーって、まあ、何言われたことをそのまま喋って、うん、で受かったんです。それで、でも日本人としてその外国人から来るその主役級の人たちと絡むってことですか。絡むんです。絡むけど僕ら踊りませんよ。僕らの絡み方は、はい、いろんなショーがあります。歌ったりとか、はい、で一回幕閉まります。その幕閉まった時にマリリン・モンロー役のすっごい女優さんが出てくるんですね、はい、マリリン・モンロー格好してうわーって出てきて歌おうと思ったらちょっと驚き者ですって言って客席の後ろから入ってきて、はい、でそのマリリン・モンローに話しかけるんです。向こうは分からないです、うん、いやあのお届け物なんですよ。 Why? Can you speak English? 少し喋ってるやんみたいなこと絡んでショーの中で2時間ぐらいある中で3回ぐらいあるんですよ。1回来たら2回来た3回目で一番最後はお客さんが終わったショーが出ていくときにみんなまたずっとお迎えするんですよ、うん、この荷物誰なんですか。でそれの面白いのは植物なんですよ、うん、で最初は小さい観葉植物なんだけどだんだんそれが成長していって最後送り出しの時はみかんがなってるっていうそういう演出なんですね、うんうん、何にも知らんけど。でその高平さんにお話聞いたら、うん、アメリカの本場のミュージカルなんかで昔はこの役はダニー・ケイさんっていう、うん、いうか谷ケイさんの名前をもらダニー・ケイさんがもらった有名なコメディアンがやってた役だよっていうのを高平さんからお聞きしたんですよ。ああ、そもそもじゃあ向こうにもそういう、そういうショーの、うん、でそんなの日本人役で僕頼む、たまたまオーディション受かってやったんですよ。で結構美味しい役じゃないですか。めっちゃ美味しかった。だから多分あれは会社挙げてのショーやったからすごい。でその時に割と皆さんの目に触れて吉本の方がその時にこいつなんかテレビ出したったらどうやっていう話が来て、うん、そっからですよ。それは何歳ですか。吉本入って何年目が。でもねテレビ出たら大学4年生ぐらいだからまだ1年2年ぐらいですよ。じゃあ大学中にそのそうなんですよ。オーディションで受かってからはね3ヶ月間ずっとそのショー出てるじゃないですか。まあまあお金もらったんですけど、まあまあっていうかまあ10万20万ぐらい。ああはは。いきなりめっちゃエリートするんですよ。そうなんですよ。で何にもないのに何の引き出しもない、何にもできへんのに。そうなんですよ。大学中番組は違うけどテレビに出たいって目標は叶うんですよ。そうなんですよ。なんて番組出してもらったんですか最初とか。 KCU5 というその当時2丁目劇場で、はい、まずダウンタウンさんが大ブームを起こしててその中で KCU さんも同志社大学卒業の2人で人気者が出てたんですよね、はい、今田さんとか東野さんとか香港マカオさんとかのその頃とかわーってなってる時にで僕ら大組でちょっと違うところに出させてもらったりしたんですけども滑って滑ってだから当然向こうの皆さんからしたら誰やこれってなりますよね。ダウンタウンが4時ですよだっていう帯番組をし始めたんですよ、うん、でまた人気出てて、ね、でそう
から慶州さんが、いや、まあ慶州は違うとこにやらすっていう話になって、うん、慶州さんは関西テレビの方で夕方5時から番組をするんです、帯で、うん、ダウンタウンさんは4時から毎日放送、うん、5時まで、で5時から6時は関西テレビで慶州ファイルで慶州さんのメインで、こっちとキャラ歩いたら出るメンバーは違うようにしないね、かぶってあきませんから、うん、会社から命令で僕出だしたんです。はあ、帯番組で週3回です、いきなりですよ学生。そうですか、そもそも慶州ファイルのオープニングでなんかわけわからんこと言ったかな、なんか、うん、どうも渥美清ですみたいな、うん、なんか言ったんですよ、うんうん、まあ、滑りますわね、うんうん、でその1回目の放送終わった後にプロデューサーに呼び出されて、うん、ああいうこと言わんでいい、君はもう気のいい兄ちゃんでええから、うん、だからもうなんかわからない、だから何を求められてるかわからないです、多分元気な兄ちゃんでいいのかわからないままそこから出たんですよ。テレビ出たらやっぱりキャーキャー言われるようになるじゃないですか、うん、少なからずあったりしてね、うん、何してんやろうって、なんかちょっと楽しいことしなあかんねやろなと思いながらやってたんですけど、そっからですね。それって外から見たら順調みたいに見えてるけど、自分的にはめっちゃ辛いんですか、そのあの、あんまり受けないしとか。受けてないし、オーディション組のもう一人男の人がいたんですよ、その人と二人でなんか、うん、じゃあ ネタやっぱ作らなあかんわって作ってたんですよ、うん、それはそれでまあなんか受けたりする時もあったんで、その KG5 と並行してそれをやってたんですけども、そんな中で今の会長ですから大崎さんと MBS の4時ですよだのプロデューサーさんに呼び出されて、うん、来月から4時ですよだの出ていただきますだってもう明らかに違うし、それはもう面白いし賑やかに明るくやっておきたいです。はい、ダウンタウンさんにご挨拶行こうと、うん、浜田さんと吉本のオーディションの関係したりします。明日の来月から4時ですよだの参加させていただきます。おー頼むな。次松本さん、うん、来月からですね。でした。僕の印象ですよ。今はもう本当に局長なんで、お話したら、めちゃめちゃそうやったかなって言ってありましたけど、いや僕は怖かったです。あでもそりゃそうやるなと思いますね。皆さんそうですけど、やっぱ苦労して苦労してやっと帯番組テレビ出るようになって、で NSC の一期生で。固定生徒じゃないとこが出てきて、周りからも誰か言われながら、はい、持ち上がってきてやってるのに、うん、こんな簡単に誰やお前引き出しもないのにっていう思いますわ。見た目的に花があるから、なんかそのアイドル的な感じのやつが来たぞみたいな。なんかいやでも分からないです。でもそれとか、あとどんどんやっぱ吉田ヒロさんとかもね、やっぱキャーって言われてる感じやったんで、やっぱ、うん、シュッとしてる2枚目みたいな部分で力ないのにっていうのがあったのかなと思うんですけど、でも実際、いやー、それは無理やろな、もうでやっぱ4時ですよ、ボーン出させてもらった時には何にもできへんし、ほなもう、だんだんと、やっぱりそうやと思うんですよ、おもんないのっていういじり方ですよ、だから、うん、でもテレビでおもんないのってされるっていうのは辛いですよね、でもそれがずっと続いて、ずっと、うわー、まあでも、すごいなと思いながら、でもこのままじゃ僕死んじゃうよなと思いながらやってましたね。それ、ずっとその、どっかでなんかその、なんか一矢報いることできるんですか。いやそのもう番組中は無理ですね、やっぱり。あだからダウンタウンさんが東京に行きます、はい、で、まあ、番組終了しますってなった時、めっちゃ僕はもうリアルに心の中でうわ解放されるって、はあ、そうですね、いうのが今なら言えますね。へえ、俺よう生きてたなって今考えると。それはでもなんか対策を練ってまた毎回行くんですか。対策なんて思い浮かばないですよ、センスないんですから、もともと。でまずもうそのまず思ったのが、はい、初日行きました、4時ですよ終わりました、はい、で2丁目劇場の狭い楽屋があって、でちょっと小さいあのモニターがあるんですよね、はいはい、でみんなでクッと見てるんですよ。トンさん今田さん君に何見てんのかと思ったら、5時から放送してる KC5 見てるんですよ。へえそれでそれ俺後ろ僕の中ではすっごい鮮明に覚えてますね。こう見られてたんだってなるってことですね。そうですね。へえだから今思うと番組としたら能天気の明るいのが欲しかったのかなってみんな。ああ
ああ、ま、番組のバランスとしてわからないです。でもこっち分かるんじゃないですか。今なら分かるよ。今ならどう何が求められて言ってるのかとか、自分のポジショニングができるんじゃないですか。今はね。やっぱ居場所なかったらもう無理やなと思って。でもああそうか。いや辛いですね、確かにその尖り軍団の中に入って、いやでも芸人さんっていつもみんなそうじゃないですか。出だしの頃って全員尖り軍団で常に多分みんなそうやと思うんですけど、おはようございますって言うたら、こんにちはってしばらくこんにちはでした。なんで朝じゃないのにおはようございますっていう感じだった。普通のね人たちの方ですよね。4時ですよ、終わりみんなが東京行きはります。その時に会社からダウンタウン以外みんな新喜劇に入りなさい、新喜劇の調子が悪い、はあ、NGK がちょっと僕らが出たことって、もう最初の出すのの林会長は新喜劇の前に言ったら人気がないから NGK では新喜劇やるなって、はあ、やってなかったんですよ。客がつかないって。そうです。でそっか、それで盛り上がるために送り込まれるんですよ。で4時ですよ、これする大崎さん新喜劇を立て直せっていう指名を受けて、はあ、新喜劇やめよっかなキャンペーンってのをやるんです。へえ、あ、そうかそうか、やめますよとこのままお客さんが入れへんかったら新喜劇終わりますよっていうので、今までやってきはった人、例えばメダカさん、桑原翔、チャーリー浜さん、島田洋次さんとか、ベテランさんと今田さん、東野さん、僕138さんとか一緒に何かをやろう、新喜劇をやろうってなったんです。へえ、ですか、その4時ですよ若手軍団とがゴンで入るんです。圧力生まないですか、そのどうか。圧力ね。いや分かんない、あの要はテレビにやつけて見てるような集団と、あのね、そのなんていうか、いわゆる ベタベタなね。そうなんですよ。でも僕は そのねだからやめよかなキャンペーンでみんながガツッと新喜劇入る前にメダカさんとか花木師匠とかと一緒にコメディをさせてもらったんですよ。これ僕らもど素人やから花木師匠と舞台で差し持って、こんなバーって言ってテレビでは見たことあります。でも新喜劇見たことでしかないし、まあ、花黒くのニッカポッカ履いて、おっさん面白いなと思いながら自分の役しながらバーって言ったら舞台上で変な顔してあるんですよ、うん、笑わしに来るんですよ、ね、俺も舞台上でバー笑うからこっち向くなよおっさんとか気にせんって出たんですよ。ほんなら花木師匠おもろいなお前は、まあ、言うてくれはったんですよ、うん、で新劇の人たちとはなんかちょっと絡みがあったんですよ、うん、なんかすごい居心地が良かったです。なんか最初から伊勢さんは、うん、顔見知りというか、そのなんかそのやめようかな入る前にね、はい、で言われたのが間取り持ってくれて、なんか言うたら緩和剤にあられへんかみたいなこと。でもそんなんなるような空気感でもないし一生懸命やりますけど。えそれうまくいったんですか、その緩和剤役というか。緩和剤役でもうまくいけなかったんじゃないですかね。でもあのあと僕言われたのも、とりあえずお前は芝居だけ一生懸命やっとけって言われました。ずっとやってて、その中で今あの真田重雄氏っていうのを NGK の最初4時ですよのメンバーとベテランさんと組んでやりだして、そっからですね。でもやっぱり今田さんや東野さんや帯横で一緒のように出てると何もセリフ以外何も言えないなと思って、何やろうと思いながら、でも一回なんかかぶせをした時に、あ受けた、あこれやっていいんだとか思って、あそれを繰り返しやりながらやってる時にダウンタウンさんのごつええ感じが始まって、今田さんとか東野さんとか高山城さんも東京へ行く、はあはあ、残されたメンバーが内場さん、茂で僕、はあ、あまあそんなことだから残されたメンバーで NGK やっていかなあかん、新喜劇やらなあかんっていうのでやりだしたから、メダカさんとか桑原翔、はあ、その時に初めて、ああ自分でやってるって感がだんだん芽生えてきて、覚えてきた感じはしますね。責任感とか、責任感もそうですし、やってるなっていうのが、でやっぱりその4時ですよだでテレビ出てました、新喜劇入りました、セリフうまく喋れない、でもあれ失敗する、でもメダカ兄さんとか桑原師匠とかみんなアドバイスくれる、内場さんもそうです、みんなアドバイスくれて、こうやった方がいいんだとか、下手くそなりにもやっぱり受け身覚えるんですね。今田さんと東野さんとか東京行かれたので今度こっちでやらなきゃ、でこのメンバーでなんとかしようやで、ギャグも何ももともとないメンバーなんで、うんうん、一から作っていくっていう、そこですね。そこでずっとやってて新喜劇盛り上がってきたっていうのがあったんじゃないですかね。あじゃあ東京俺も行
期待みたいな、そんな嫉妬心とか特になかった。あるかいな。逆全然、いやもうなんやったら、まあ、そう声かかるわけもないけど、当然ダウンタウンさんがやっぱ東京で勝負するときに必要なメンバーです、はあ、戦うために、はあ、当然ですよ、入るわけもないし、入ったし、どうだろう、で僕は絶対そこのそこじゃないともう分かってるんで。ああ、なるほどね。そこの、うん、チームじゃない僕は。へえ、やっぱ新喜劇だっていうのはめちゃめちゃ思いましたね。別にそうそう、お笑いを本当にやりたいと思ってたわけじゃないですよね。そうですよ。強さ求めてないんですよ。へすごいですね。でもそれ逆によくやめずにずっと続けましたね。そのそうですね。でもほんまに最初新喜劇入るときに、なんでごめんくさいでこけなあかんのと思ってましたから。やっぱり僕らの中でも小学で見てたけど、中学を行って一回卒業して見なくなりますよね。あ、子供の時に見てて、でも古いもんだなっていう、そこに入って、でも入ってみたら僕が何も今までわからなかったお笑いの基本、振りがあってオチがある要素、芝居でうまいことを持っていく感じとか、声の出し方であったりとか、板の上で教えていただいたんで、ちょっとずつその楽しみ、あ、でもね、そうなんですね、ちょっとずつやるの、うん、面白くなってきたんでしょうね。ほんなら今の東島さんが抜けた後にだんだん数字が良くなっていき、 10% 戻り出す。その時ちょうどまた若手が入ってるんですから、藤井であり花子であり、はあはあ、だら僕らで言うたら内場さん、重安尾君か、あとヒロさんもそうか、ヒロさんも一回でも東京行ったりしてる、はあ、で玉山もそうですね、はあはあ、そこのメンバーがもうこの人を目立たせるために、花子をボケさすためにみんなが死に役になったりだとかっていうチームワークで作ってて、ほんなら盛り上がってきて、で全国ツアーに行ったりだとかっていう状況になったんじゃないかなと。やっぱでももうあの期間ですね、あの期間でなんか力を蓄えれたなっていうのはありますね。石田さん、座長みたいになるタイミングはいつ？分からない。でもそれもね、いつにだって任命されるわけですよ、要はさ、なんかニューリーダーや言って、内場さんと僕と重とヒロさんやいうのをちょっと若手で頑張ってもらわなあかんって、ニューリーダーで立ち上げれた時に、なんかヒロさんがラスタトンネルズかなんかにちょっと呼ばれて、一発ギャグでやっぱりもうずわーっと人気やったんで、ヒロさんはちょっと劇場出られへんから、じゃあ3人でニューリーダーでやるって話になって、そっからですね、その後になんか座長だって言われて。何歳ぐらいですか、それは。じゃあ年齢覚えてないんですよ。だからそんな今みたいに座長になりたいだとか、アイアム座長とかってそんなんじゃないんで、別に責任感だけ負わされて、はあ、だからそれ自分が自分がって僕はなかったから、はあ、でもなんか新喜劇やりながら、まあ、いろんな面でもなんかもう自分の中でその中で新喜劇がもうプロレスやと思い出して、あ、でもそう、まあ、対戦相手を光らす、はあはあ、花子と絡んだ花子を萎縮したらいいよね、はあはあ、俺はどうせ別にそんなおもろいやつじゃないから、はあ、おもろい島木ジョージさんがいたらいろんな絡む人が楽しかったら、ね、試合したらええねやっていうふうには思いましたけどね。新喜劇をちょっとやりだして、まあ、ちょっと調子乗る手前ぐらいの時に、はあ、なんで俺もともとテレビ見てたかったのになって、あ、そういうのを思い出すんですね。なんかね、だか基本痛いんですよ。いや、そんなことないですよ。でも、まあ、そうですよね。だって別にあの目立ちたいが最初の動機ですもんね。なんかある時あれと思うのかな。で NGK のロビーかなんかで、これまたオーディションのポスター貼ったんで、島田紳助監督初監督作品の映画のオーディション、募集って書いてあって、あ、受けようかなと思って。でもその時はもう別に普通に新喜劇で出てます。ある状態あります。新喜劇はあります。ただその別にオーディション受けるのは、あ、ないです。でそれを名前書いて、橋本って書いて、女性の方なんですよ。で連絡したら、いや、俊介さんも受けてほしいっておっしゃってました。ああ、そうなんだ。俺も面識のことが分かったんですけど、結果受かるんですか。まあ、結果わかるんですけど。なんて映画なんですか。風スローダウン。ああ、新助さんが。新助さん初監督作品で、新助さんがもう自分で脚本を書いて、まあ、夢が叶わないっていう青春映画。最終オーディションに残って、大阪チームで残ったのが僕と善次郎さんなんですよ。へえ。まず新助兄さんの家に呼び出されました。東京の。いや、大阪の。
八坂に住んでました、はい、オール巨人さんの家の隣に住んでました。新選組さんの中で主役がオサムっていうノービスのバイクのライダーです、はい、で、その同級生でチンピラ役の永原誠樹さん、永原誠樹さんはずっとあの新選組さんと一緒にいてはったんでも決まってたんですよ、はい、お金持ちのボンボンの息子の役が西川忠志君、清志郎の息子さんです、はい、もうオーディションで決まってたんですよ。でそのオサムという主役が決まってない、でこの主役が大阪の男が東京の 人と恋愛に落ちてみたいな、でも破れちゃうっていう感じなんですけど、それ あのオーディションで残りました。江坂のうち静けさんにうち行きます、今なぁと今悩んでると、東京で一人残ってると、でちょっとこのシーンやってくれるかって言って台本、それ台本はその東京の彼女と別れるシーンです、ごめん俺夢捨てられへんわ、やっぱこの夢叶えたいから別れてくれっていう別れのシーンです、やってくれる、はあ、リビングですよすごい静け兄さんおる、奥さんいてる、娘さんいてあったら、あと正規さんも来てあったんですよ、はあ、相手が奥さんですいや奥さんの手握りながら、もう気持ちで、うん、テクニックも何も芝居でも新喜劇しかしたことないから、うん、ほんでもう涙ができて、静けさん OK、 あ分かった OK と、で後日連絡あってマネージャーから映画の主役決まりました、ね、で後々話静け兄さんに聞くと、いや実は東京のオーディションでアイドルグループの幕末塾の彦摩呂というのが残ってたと、そのとそうなんですよ、で大阪弁喋れる、でその当時の映画のエグゼクティブプロデューサーが井筒監督で相談したと、井筒さんにどっちがいいでしょうか、井筒さんがいやいや監督は君やから君の判断で決めなさいって言って選んだからって言って、でこれはこれでまたプレッシャーでしょ。彦摩呂さんってちょっと僕確かあんま記憶さなかったんです、めっちゃイケメンだったんですか、イケメンよ、モデルじゃないと、アイドルグループで、あのだってホコ天かなんかで、ね、ずっとやってて、だから幕末塾で太ってないんですよね、あの今のその当時はだから食レポをやってないあのイメージだってめちゃくちゃかっこよかったってよく言いますもんね、皆さん、そうそう、だから僕この間去年かな、彦摩呂さんの仕事一緒になって言ったのこの話、彦摩呂さん残ったんですよって、あれ親戚兄さんの多分ねつながりあったんでしょうって、彦摩呂さんは知らなかったと思うんで、僕はお聞きしたんで、でもじゃあその東京で知名度から彦摩呂さんを差し置いて主役になったみたいな感じのプレッシャーがあるってことですか、彦摩呂さんのことはあんまり分かってなかったんで、ただ親戚兄さんには恥かかしたらあかんなっていう、そっちですね、いやそりゃそうでしょ、まあ、そうですね、でだって出演者奥田瑛二さんとか、その当時加瀬大衆っていう大人気の島田陽子さんとか、そういう人たちを脇に置いて主役、そうなんですよ今の椎名桔平さんも出てはったんですよ、へえ、本読みみんなでスタッフがやったりとかしてました、でまたボロカス言われあ、それ新助さんで、いやそれは言われますよ、新助さん命かけて作ってるのは、そうか、自分の中でも出来上がった設計図があるし、あるシーンがあってリハがあったんですよ、出会って僕が初めて東京の彼女五十嵐泉ちゃんっていう女優さんですわ、その彼女にお酒を飲まされて酔っ払って、その彼女の部屋で寝てパンツ一丁で寝てパッと起きたら止まって持てるわっていう、帰るわって言って急いでジーパン履いて出ていくんですよ、で戻ってきてこれお前のジーパンやなっていうネタなんですよ、はあ、普通にそのシーンの台本もバーってこれお前の心配や、あいかったなんやこれ、こんなベタなこともできへんの、まあもうクソもあるからこんなもんお前3万やったら5分でやるぞ、はあ、そう言われて、いやもう俺でもまず分からないで何のことか、はあ、新喜劇とかやったらこうやったり町長八丁とかやり取りがあるじゃないですか、はあ、一人で持って行って、じゃあお前の心配や、そのまあとか息が分かってないから長屋の2階で練習しました、へえ、それおで何回やったら OK になるんですか、それはリハだったんでまだ本番入る前のクランクの前で全部稽古して稽古してこのまま感動ないなってやってて、で本番の時に今週来たって4時半のことです、
帰るわ。お前の心配やろ。分かった。オッケー。一発やってほしい。ほんならもう分からへんけど、まあ、練習したから。はい、いや、オッケーオッケー。でもそれもまだ分かってない。何がオッケーなのか。で、試写会で見たときにドカーン。オッケー、よろしく。へえ。あ、この間が、そんなんは分からないじゃないですか。それでもやってた本人が別にもう、僕はもとも練習して練習して叩き込まれて、で多分やっぱ舞台の間とそういうドラマのとか映画とかの間違うんやろな、もうあれだし、しんすけ兄さんはお笑いのプロやから、うーん、2ヶ月かな、ずっとしんすけ兄さん監督のもとずっとやってたっていうのすごい経験で、やっぱ今の軸になってますよね。新喜劇っていう軸とやっぱ芸人さんに、あのそういう芸人さんに叩き込まれたというか、精神的なことであったりとか、プロってはどういうことやっていうのが、お前らプロやろかっていう現場はすごかったですよね。面白い、怖いですけど、映画のスタッフ、映画のスタッフでやっぱりお笑いの人が監督やってどういうことやねんっていうのがあったみたいなんですね。そこに関しての俺も本気はそこなんだよって、本気度をすっごい。でも最後みんなに、各スタッフ各出演者に、俺の夢に付き合ってくれてありがとうっていう表彰状を全員に渡させて、気遣いがまた、はい、すごい積んでるんですね。そうなんですよ、そうですよ。短いけど深い時間でしたね。でボロさんにその映画の主題歌をわざわざボロさん直接来てもらって、僕たちが今から芝居をするシーンでこの曲流すからって歌ってくれるんですよ。ボロさんにその曲歌うんですよ。おいで静かに、この曲がメインになるか、お前らの芝居がメインになるか、勝負やぞって。なんてこれ、今考えたらすごい演出やなと思って。でもやっぱ新助兄さんっていう、新助監督っていう手のひらの上でちゃんと転がしてもらってたっていうか、僕たちのお芝居はできないんだから、死にも残りでやりなさいっていうことはずっと、小細工いらんって言って、下手な芝居せんでっていうのが、だからそれはそれでやっぱり関西の方ではヒットしたし、やっぱ今でも言われますし、ありがたいですね。そっか、そのなんかその芝居のヘッドショットさんも来るようになるんですか。来なかったですね。で映画はもうないですね。別に、まあ、ちょこでもありましたけど、でも新喜劇と違う映画のその空気感とかを味わって舞台出て行ってて、なんかまたちょっと自分の中でだれた感があったのかな。先輩芸人に言われましたよね、お前もちょっと舞台舐めてるやろ。やっぱりそことはまだ緊張感、まだ別じゃないですか。そうですね、確かに。僕の中でやっぱり軽演劇なんで、新喜劇は、はい、楽しいっていう、まあでも、あ、そうか、あかんあかん、そうな、お金払って見てくれるお客さんの前でちゃんとやるんだなってことで、また先輩に教えてもらいながら、またやりな。で、そんなら、まあ、調子も良くなってきて、内場さん、しげでやってるのが、やっぱ空気良くなる、まあ、形としてなってきたのかなと思いますね。まあ、そこに震災が入っていたりとか、いろいろあったんですけど。ああ、そっか、そう。震災の時とかっていうのは舞台でした。その日はなかったですけど。あれって27年前かな。もう朝方ですか、夜ですか。朝です、朝5時です。ですよね。なんか朝どこにいたんですか、石田さんは。僕は実家にいました。あ、長屋ですけど、借家におって、前の日に富士の健さんとご飯食べに行って、焼き鳥屋さん行ってて、で12時過ぎぐらいに行ったかな。寝てたらいきなりなんか本当に、まあカンペリーさんも言うてやると怪獣が来たからぐらいの2階で寝てたんですけど、うわータンスがザーン落ちてきて、僕が助かったのはこたつがあって横で寝てて、タンスこう来たからこの空間やったら助かったんですよ。え、あ、そのちょうど三角形の三角形通り持ってて、うわーと、え、なになになにこれってぐっちゃぐちゃーって本棚とか言ってる。まず何したかって、前の晩にケンさんから借りたエロビデオを探しました。ナンバーグランド会社の出番がある俺は今日、このぐちゃぐちゃの中を片付けるのはおふくろとおかんと親父や、バレたら嫌や。まずぐちゃぐちゃの中でスクールメイズの裏側探してカバン入れてから下降りて大丈夫かって、1回はもうドリフのコントの後みたいに小麦粉が散らばり、冷蔵庫倒れんのみたいな、ガラスも割れんの、外出たらもう土壁やったね、土壁が落ちてもうて、風呂場が露天風呂状態で、近くの信号もずーっと点滅しっぱなしやし、うわーガス臭いし、やーうちも直下型でも前の畑は日々ぶわーっと入ってまして、
公衆電話どこなんとか誰かに電話しなかったんで、何人電話しても全然繋がらないし、うん、でもとりあえず行かなあかんかなって言って車に乗って行ったんです。まあその伊丹市内はちょっとところどころ信号止まってたりとか、もうコンビニ行っても食べ物も何にもないし、うん、あっちゅうのに、うん、うわーと思って大阪梅田のあたり行くと、もうだんだん普通もうパチンコ屋さんでパチンコしてる し、うん、いやだから普通なんですよ。それぐらいそのギャップがあるんですね。ないとことはね、もう入れはしてると思うんですけど。で NGK まで行きました。その日は公演中止です。さすがに。そうか、でも NGK 自体は別にダメージほぼないけど、ダメージはなかったんだよ。でもまあ、うん、関西自体パニックですよね。そうですね。でとてもそんなお笑いしてる場合じゃないっていう感じで、ね、で急遽どうしようか、あそうか、食べ物もない、水も止まってるしっていう、ね、とりあえず NGK の横に今道具屋筋だから、道具屋筋でタンク2つぐらい買って水パンパンに入れて、で食べ物とりあえずなんとかせなあかんと思って、お袋に電話して、まあ、とりあえずなんか肩がいるから食べたいもんあるか、あるから、お寿司って言って、なんでやねん。確かに、まあ、主催の人に食べるもんじゃないですよね。あの、イメージとして。あの、言うとんねん、でも、でも寒いし、で、まあ、聞いたら、ごめん、もう、家がほぼ全壊なんで、うん、近くの公民館に避難してるから、みんなで、うん、そこ おるしって分かった、うん。牛丼屋さん行って、あったかい牛皿と、あったかいご飯を買って、なん、10皿ずつ、もう自分が買える分だけ。で、でも痛みまで帰るまで、3時間ぐらいかかったから、こう、やっぱ、車がこう、来ました。でその時に10食やけど差し入れした時に、近所の人とかそこに避難してるお母さん方とか、やすしちゃんやんか言って、見てるで、うん、頑張ってや、いつも笑ってるでとかって言ってくれて、そこがまたちょっとグッときて、この状況で逆に俺らが励ましを持ってんねやと思って、で僕はもう避難所に行かんと、吉田弘さんが大阪の大黒町で NGK、まあ、難波の近くに住んでたんで、そこで居候させてもらって劇場出番で、次の日からは NGK もあります、出番。お客さんは少ないですよ。で出番あるけど、やってて舞台も当たっ てやってる時になんかだんだんちょっと悲しくなってきて、やっぱり自分の家実家全壊してて、で今この状況で俺何してんやろって、なんか涙出そうになってきたんですよ。ちょっとそれちょっと見越されたかな、お客さんから。しっかりやんか、お前ら仕事ないやん、やることやらんかいって。そやな、そやな、俺関係あれへんもんね、逃げる人はって。へえ、だからやっぱなんかその都度その都度いろんな人に育てられてるなって。でまあその言われたことを素直に受け入れれる、なんかちょっと自分の中でいるんだねとか、考え方がこっちゃうんかなと思って気づかされることが多いですね。震災です、それがあったので、同時に亡くなられた方がたくさんおられて、やっぱり生かされてる、本当に命そう大切にせなあかんし、一日一日もう力いっぱいいるしかないなって思うようになりましたね。死んでもおかしくなったような、はいはい、本当に、はい、本当に僕は運よく生き残ってるだけで、自分たちができることっていうのは心のケアでしかないし、寄付をしたりだとか募金をしたりとかしますけど、僕たちのことを見て笑ってもらう、楽しんでもらう、笑顔になれることが大切なんやっていうのはやっぱ、あとさっき言った映画の中でやっぱりテクニックがない分死に物狂いでやらんかいっていうのは今もずっと若い子にも思いますけどね。